こんにちは。今回はペドロ&カプリシャスの2代目ボーカルでデビューした高橋真理子さんの病気や結婚歴、家族、生い立ちについてご紹介していきます。高橋真理子さんは中洲のナイトクラブで歌っていたところ、ペドロ&カプリシャスのペドロ梅村さんにスカウトされ、2代目ボーカルとして参加しました。ジョエの伝言、5番街のマリーへがロングヒットし、第25回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。1978年にヘンリー・ヒロセさんと一緒にペドロ&カプリシャスを脱退すると、ソロ歌手高橋真理子として活動を開始し、あなたの空を飛びたいでデビューを果たしました。デビューすると、桃色吐息、歯がゆい唇、遥かな人へなどが次々ヒットし、一躍人気アーティストの仲間入りを果たしました。さらに1996年にリリースしたごめんねは日本テレビ系列火曜サスペンス劇場の主題歌に起用され、さらにカラオケチャートでも40、50代女性の中で1位を獲得するなど、自身最大のヒット曲になり、歌手としての地位を確立しました。高橋真理子さんは広島県廿日市市で、父森岡月雄さん、母高橋千鶴子さんの間に生まれました。高橋真理子さんのお母さんはダンサーだったようで、お父さんとは広島にあるダンスホールで出会い、1949年に結婚されたようです。高橋真理子さんが生まれる前の1945年8月6日、父親は広島鉄道局へ、母親は広島市内の銀行で勤務中に原子爆弾に被爆されました。父親は戦後国鉄を辞めて、高橋真理子さんが1歳半の頃、プロのジャズクラリネット奏者を目指し、米軍基地が多くジャズが盛んだった福岡に家族で移り住むことになります。しかし父親は被爆したことが原因で脱素の症状が出てると、病状が悪化すると両足を切断しないといけなくなりました。そうなると働けなくなり、代わりに母親が中洲でホステスとして働き、家計を支えていましたが、高額な痛み止めや治療費で母親の収入は消えていきました。夫婦喧嘩も多くなると、父親は家族に迷惑かけるということで、一人広島の実家に戻り、高橋真理子さんが小学3年生の頃に離婚が成立しました。両親の離婚後、親権は裁判によって争われましたが、父親は娘の高橋真理子さんを引き取ることもできなかったそうです。それからも大好きだった父親には、年に数回広島まで会いに行っていたといいます。広島に戻った父親は広島市内のクラブでジャズプレイヤーとして働いていました。しかし高橋真理子さんが中学3年生の頃、父が危篤という電報が届き、広島に駆けつけるも、父親は元気に実家にいたようです。腸捻転の発作を危篤だと間違えたということでした。その数ヶ月にまた危篤という知らせが来るも、また元気になると思っていた高橋真理子さんはすぐに駆けつけませんでした。すると数日後に電報で父死すと記され、父親は37歳という若さで亡くなられました。今でもすぐに行けば死に目に会えたのかもと後悔されているようです。両親の離婚後は母親の高橋姓になりました。中学校は福岡市立高宮中学校を卒業した高橋真理子さんは、父親の影響をからジャズボーカルの勉強を始めました。高橋真理子さんは父親が亡くなる前に歌手になることについて話していたそうで、父親からはいいんじゃないかと言われたとか、ただしポップスとかアイドル的な歌手は僕は望まない、歌うなら難しい曲と言われたそうです。さらにはスタンダードジャズとか名曲みたいなものから始めた方がいいとアドバイスされたということです。そのことが高橋真理子さんの音楽活動の原点になったようです。九州女子高等学校、現福岡大学附属若葉高等学校に進学しましたが、プロ歌手を目指すために上京し、駒沢学園女子高等学校へ転入しています。本格的なレッスンを受け、1966年にスクールメイツの一員として芸能界デビューするも、自身が思っているアーティストではなかったので、高校を卒業すると渡辺プロを脱退しました。
その後は博多に戻り、ディスコやクラブで歌手活動を開始しました。その後、高橋真理子さんは16歳の時、歌手になるために上京することになるのでした。そんな高橋真理子さんは、母親の千鶴子さんとの思い出について、いい思い出はあんまりなかったそうです。その理由としては、父親が働けなくなり、母親が中洲でホステスとして働き始めると、そこで知り合った妻子持ちの男性と不倫をしていたそうです。相手の男性は本妻と離婚もせず、さらに子供も3人もいるのにもかかわらず、高橋真理子さんの家に入り浸っていたそうです。さらに暴力もあったそうです。その男性と母親は酔っ払って帰ってくることもあり、高橋真理子さんは母親が自分のことを全く考えていなかったと当時思っていたそうです。そんな孤独の中で支えになったのは音楽で、恋のバカンスが流行していたザ・ピーナッツに憧れ、中学生で歌手になりたいと思ったことも歌手を目指す原点の一つだったのでしょう。高橋真理子さんは母親よりも父親と一緒にいたいと思っていたようで、家庭裁判所にも行ったことがありました。しかし父親は病気ということで無理だったようで、父親と一緒に生活しても食べていけないと思い、一緒にいることを諦めました。それでも年に数回は父親に会いに広島まで行っていたそうです。父親が亡くなった時、母親は高橋真理子さんに泣きながら抱きついてきたそうですが、それを振り切るほど母親のことが許せなかったようです。そんな母親への思いが変わっていったのは、16歳でスクールメイツに入ってからだそうです。その時、毎朝手の込んだお弁当や仕事が終わるのをずっと待ってくれていたこともあり、母親の愛情を感じたそうです。そうしている時、母親に末期のがんが見つかり、余命半年と宣告され、高橋真理子さんは、女手一つで育ててくれた母の気持ちはわかる、ああこれでもう母を許さないといけないと思われたそうです。高橋さんといえばかっこいい女性という印象がありますが、若い頃はスクールメイツの一員として活動していたこともあり、アイドルのように可愛かったようです。高橋真理子さんは今でもコンサートで福岡を訪れた時に必ず立ち寄る場所があると言います。その場所は地元のイタリア料理店で、母親が長年通い続けたお気に入りの店なのだとか。コンサート後、母親はいつも娘の高橋真理子さんと夫のヘンリー広瀬さんをこの店に招いていたそうです。その頃、母親ととっくに確執は解消していましたが、1998年12月31日、千鶴子さんは69歳で他界したのでした。壮絶な過去を乗り越えてきた高橋真理子さんは47歳の時、突然コンサートの最中に歌えなくなったといいます。その後もめまいや手足のしびれといった病状に襲われ、ろくに外にも出られなくなってしまったとか。それでもなんとか病院を受診し、診断してもらった結果、がんではなく重度の更年期障害だったことが判明。さらに高橋真理子さんは、突如襲ってきた更年期障害が原因で、その後もっと苦しむことになります。高橋真理子さんは当時の苦しかった状況をこのように説明しているのです。仕事が生きがいでしたので、仕事ができなくなるんじゃないか、激痩せして生きていけなくなるんじゃないか。夫のヘンリーさんも、夫婦で一緒にいて初めて助けを求められたと語っています。その後の高橋真理子さんは病気が原因でぼんやりと塞ぎ込む毎日、うつ状態が続いたことが心配で、一時も離れられなかったと夫は当時を振り返ります。更年期障害の症状に苦しんだ高橋真理子さんも、当時の辛かった出来事をこう語っています。うつになって食事を作れなくなったのが一番辛かった。ヘンリーさんが美味しいって言って食べてくれるのが嬉しかったから。そうして半年間の完全休業の後、音楽活動も再開できるまでに病気は回復。現在も痩せたままで病状が気になりますが、心配はいらないということです。高橋真理子さんの夫は音楽プロデューサー兼ギタリスト、キーボーディストのヘンリー広瀬さん。妻の高橋真理子さんをプロデュースした代表曲には、桃色吐息、歯がゆい唇、ごめんねなどがあります。二人はひょんなことをきっかけに恋仲になり、約10年の同棲生活を経て、
1993年に結婚されました。ヘンリーさんは高橋さんが2代目ボーカルとして加入したペドロ&カプリシャスでフルートやサックスなどを担当していました。ですのでお二人の出会いの場はペドロ&カプリシャスで、関係性は仕事仲間ということになりますね。お互いの第一印象はどちらも良くなかったそうで、高橋さんはヘンリーさんのことを女たらしで嫌な男と思っており、ヘンリーさんは高橋さんのことを生意気で気の強い女と思っていたそうです。そのためお互いに絶対男女の関係にはならないと思っていたそうです。お二人の関係に転機が訪れたのは、高橋さんが33歳の時に大失恋をした時だったそうです。別れたショックで泣いてばかりいた高橋さんをヘンリーさんが慰めていたのだそうです。ここですぐに慰められるのは、当初高橋さんがヘンリーさんに抱いていた女たらしの技だったのかもしれませんが、それがきっかけでヘンリーさんのことを男性として意識するようになったそうです。そして交際をスタートして同棲をしたそうです。高橋さんとヘンリーさんは所属していたペドロ&カプリシャスを1978年に一緒に脱退しています。その頃にはきっとすでにお付き合いはしておられたのでしょう。その後はヘンリーさんがプロデュースで高橋さんのアルバム制作をしたり、高橋さんのライブのバンドもヘンリーバンドという専属バンドを結成し、様々な活動を一緒にしておられます。そしてお二人は1993年に結婚されました。そんな順風満帆な生活を送っていた矢先、結婚から3年後、高橋真理子さんは突然コンサートの最中に歌えなくなってしまったのです。ヘンリー広瀬さんは当時のことを、夫として夫婦で病気を一緒に乗り越えていこうと思ったとか、また医者から太陽を浴びた方がいいとアドバイスされると、自転車を2台買って引きこもりがちだった高橋真理子さんを外に連れ出したといいます。さらには家事ができなくなってしまった高橋真理子さんのために、栄養たっぷりで食べやすい料理を工夫したりしたそうです。そして有言通り夫婦で病気を一緒に乗り越えたわけですが、高橋真理子さんは夫の支えに感謝しながら、本当に幸せでラッキーだったと思いました。改めて当時の心境をこう打ち明けています。高橋真理子さんが以前に娘さんと一緒に出演した CM というのが時々話題になっていますが、高橋さんが娘さんと一緒に出演した CM というのは存在しません。2006年頃に出演した花王の化粧品グレースソフィーナの CM に夫のヘンリー広瀬さんと一緒に出演したことはあります。 CM では夫のヘンリーさんと仲睦まじい夫婦の様子が描かれており、お二人の自宅での生活を見ているような気になる素晴らしい CM でした。その CM に娘さんも一緒に出演していたと勘違いされた方が多くいらっしゃったのかもしれませんね。実は高橋さんと娘さんの CM が存在しないどころか、高橋さんには娘さんはいらっしゃいません。夫のヘンリーさんとは1993年に結婚されましたが、これまでにお子さんが誕生したという発表もないため、お二人の間にお子さんはいらっしゃらないと思われます。結婚当時ヘンリーさんは51歳、高橋さんは45歳でした。その年齢から妊娠出産となると高齢でかなりのリスクが伴うため、子供を作る選択をしなかったのかもしれませんね。2023年に高橋さんは芸能生活50周年を迎えました。その50年間は休むことなく活動を続けておられました。ミュージシャンにとって楽曲は自分の子供のようなものです。ある意味では高橋さんは後世に残っていく素晴らしい子供たちをこの50年間生み続けてきたとも言えますね。ちなみに高橋真理子さんは1993年のヘンリー広瀬さんとの結婚が初婚です。当時45歳だったため再婚と思われていた方もいらっしゃったようですが、高橋さんにとっては初めての結婚でした。逆に夫のヘンリーさんは再婚だったそうです。ヘンリーさんの結婚歴についてはあまり詳細は明らかになっていません。高橋さんとの結婚が初めてではないというのも、高橋さんがお二人の馴れ初めを語る際に、私が失恋で泣いているところを
彼も離婚してすぐだったのに慰めてくれたと語っておられたことから、過去に結婚歴があったと判明した流れでした。前妻については一般人女性だったようで、名前や顔写真などは一切明らかになっていません。高橋さんとヘンリーさんは2023年に結婚生活30年を迎えましたが、現在でも一緒に音楽活動をするほど仲睦まじい夫婦として有名です。夫婦仲をよく保つ秘訣として、高橋さんは公私混同するとおっしゃっていました。多くの夫婦はそれぞれに別の時間を持つことが関係を続けていく秘訣であることが多いですが、高橋さんとヘンリーさんは常に一緒にいることが長く関係を続けている秘訣なのですね。これからもお二人で素晴らしい音楽を作り続けてほしいです。いかがでしたか？今回は高橋真理子さんの病気や結婚歴、家族や生い立ちについてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。